As to Area 51, Wikipedia English writes as follows The United States Air Force Facility, commonly known as Area 51, is a highly classified remote detachment of Edward Air Force Base within the Nevada Test and Training Range. According to the Central Intelligence Agency, or CIA, the correct names for the facility are Helmy Airport and Groom Lake, though the name Area 51 was used in a CIA document from the Vietnam War. The facility has also been referred to as Dreamland and Paradise Ranch, among other nicknames. The special use airspace around the field is referred to as restricted area 4808 North. Then, what is Area 51? Nowadays, more and more people have confessed about Area 51, what it is. Some do before they die, and some do alive. Mr. Richard Doty, an ex-special agent for AFOSI or counter-intelligence for the Air Force Office of Special Investigation. エリア51とは何か近年になり、より多くの人たちがエリア51について語り始めています。ある人は死のベッドで、またある人は死のベッドで、 死を覚悟して元空軍特別調査機関 AFOSI の対情報活動のための特別エージェントつまりスパイであったリチャード・ドティもその中の一人です広志林、市松ママ・ジャパン スティーブン・エム・グリア博士が「UNACKNOLEDGED」という本の中でリチャード・ドティ氏の証言をまとめていますので今日はそれをそのまま翻訳して皆さんにお聞きいただきますリチャード・ドティの証言 リチャード・ドティは空軍特別調査機関 AFOSI の対情報活動のための特別エージャントつまりスパイであった8年以上にわたりリチャード・ドティはニューメキシコのカートランド空軍基地及びネリス空軍基地えつまりエリア51と呼ばれているがそれらの基地及び他の基地において UFO 及び外惑星人問題の任務を特別に担っていた以下、リチャード・ドティの証言私はネバダのテスト基地にいました。それは現在、ネバダ安全サイトつまり、そこが現在エリア51と呼ばれていますが、当時は D83 テストセンターと呼ばれていました。私が1981年から1985年までそこにいた時には、エドワード・基地の DT3 テストセンターと呼ばれていました。エリア51には、実際には2つのサイトがありました。DT3 のテストサイトとグルーム・レイクです。そしてそれからパポース・ と呼ばれる付属の施設もありました。そのパポースに地下基地への入り口がありました。私は対情報活動の上級士官としてそこで9ヶ月過ごしました。そこでは大変きちんとした仕事がなされていました。エリア51にも施設があり、ソビエトの衛星が 上空を通過した時など写真が撮られないようにとレーザーを放ったりソビエトの衛星カメラを盲目にしたりしていましたそこには二つの異なった複合建物がありそれらはすべて区画分けされていましたその中の一つにエイリアンの乗り物がありまた人間性の 半重力エンジンの乗り物がある全く別のエリアもありました地下施設の中に外惑星人の乗り物が格納されている施設もありましたその複合建物の地上部の端に反重力エンジンの ARV つまりエイリアンの再生乗り物が格納されていました 私がそこにいた間に私は反重力推進クラフトを見たことがあります。そのクラフトはあらゆる種類のタイプの形をしていましたが彼らはそれを組み立てそれを飛ばそうと試みていました。がその多くはうまく飛ぶこともなく墜落したりしていました。 そうした乗り物を飛ばす契約をしていた主な会社には E システム社、ジョンソンシステム社、サンディア社、ライブモア社、ロスアラモス社、テクトロニクス社などがありました GE モノトーラ社についてはモノトーラ社は巨大な施設を持っていてその施設の中で ET の通信機器が どのように働くかあるいは ET の通信装置がどうなっているかを調べていましたロッキード社もそこにありましたしノースロップ・グラマン社もありました当時は EGG 社もそこに居を構えていましたジン・ラスコフスキーがその e g g 社のチーフでしたそれでいつも彼は自分のことを 安全オフィサーと呼んでいました。彼には多くのことが知らされていましたそのジーン・ラスコウスキーは1977年から1991年までエリア51の安全チーフであったポール・マクガバンのようにたくさんのことを知っていましたジーン・ラススコウスキーは、 現在は引退していますがフルタイムでそこで仕事をしていましたそのポールが DIA つまり防衛スパイス組織の計画とプログラムのディレクターをしていましたポールは DIA の序列の中では第3位の地位にいました私が目撃した地下サイトの中で 私は2機の乗り物が重力に逆らっているのを見ました。それは卵型のものでした。大きさは多分10フィート ×20 フィート、つまり3メートル ×6 メートルくらいでした。あまり大きくはありませんでした。それには私たちがつけた着陸ギアがついていました。というのもその 乗り物の構造には合わなかかったからですまたそれにはほとんど液体のようにも見える縦門つまり窓のようなものがありましたあなたがそれを見たらあなたはあたかも水を通して何かを見るような感じで窓の外を見たことでしょうが私は外観を見ただけでその内部は見ていません で私はパポース複合施設ではもう一つの巨大な乗り物を見ましたその施設の中を下へ降りていくとそれは右側の最初のベイにありました巨大な乗り物ですその乗り物はどこか墜落した古い乗り物のように見えましたというのも壊れたような箇所が あったからですがその表面およびすべてが奇妙に見えましたそれは私たち人間が組み立てたようなものには見えませんでしたパポース地下基地へと入り下へ降りていくと円形の実際馬蹄形の形をしたランプ つまり移動型昇降階段のようなものがありましたそこからはハンガー7の近くのエリア51南西角に向かう四方八方に伸びたそれぞれの場所に向かう枝分かれした通路になっていました途中にエレベーターがあり区分けされた上下空間がありましたバッジをつけていなかったら あなたはその中に入ることはできませんそこでは全てがバッジシステムになっていましたしそのバッジがなかったらそれらのいくつかの中には入れない仕組みになっていましたつまりバッジがなければ限られた空間へしか入れませんでした前にも話しましたようにもしあなたがエイディアンの乗り物について 携わっていたら人間が作った反重力エンジンの乗り物に携わることはないという仕組みになっていました1980年に私は何か全く異なったものについての説明を受けるためにライト・パターソン空軍基地に行きましたがそこにいる間に 私は今までここに話してきたことに関して説明するように求められましたそしてある施設えつまり地下施設へと連れて行かれました私たちは階段を降りランプを降りましたがそこは巨大な空間でした私は実際は見ていませんが後になってアーニー・ケラーストラス氏からそこには エイディアンの死体があると聞かされましたまたさらに後になってからその死体についての極秘マニュアルの中でそれについて読んだことがあります。 The Ufology site writes about Mr. Mark McCandlish as follows Mark McCandlish is an accomplished aerospace illustrator and has worked for many of the top aerospace corporations in the United States. His colleague, Brad Solenson, with whom he studied has been inside a facility at norton air force base where he witnessed alien reproduction vehicles or so-called arvs that are fully operational and hovering in his testimony you will learn that the u.s not only has operational anti gravity propulsion devices, but we have had them for many many years and they have been developed through the study in part of extraterrestrial vehicles over the past 50 years. In addition, we have the drawing from aerospace inventor.

イラストレーターであり、合衆国のトップクラスの航空機会社で働いていた人である。彼の同僚でもあったブラッド・ソレンソンは、ノートン空軍内部の施設で一緒に働いていたのだが、そこでブラッド・ソレンソンは、エイリアンの再生された乗り物、つまり ARV を 目撃したそれは完璧に動きそこでホバリングしていた彼の証言によれば合衆国は操作可能な反重力推進装置を既に持っているのみならず50年以上も前から50年以上も前から外惑星人の乗り物の研究を進め 外惑星人の乗り物の研究を進め何年にもわたってそうした装置を私たち人間が持っていたということになるそうした証言に加えて航空機会社の発明者であるブラッド・ソレンソンからエイリアンの再生乗り物つまり ARV の図面のみならずその装置の メカニズムの情報を私たちは入手することができた。広ロシ浜ヤシ・ジャパン。事の発端は、スティーブン・ M ・グリア博士の「u n a c k n o l e d という本の中で、マーク・マッケンドリッシュ氏の証言が、 紹介されていたことによりますスティーブン・ M ・グリア博士といえばこの世界では第一人者ですで画面を見ながら説明しますここに今お見せしているのがですねマーク・マッケンドリッシュがですねイラスト化したいわゆる外惑星人のビークルつまり 乗り物ということになります説明によれば実に簡単な構造でできているそうですそしてこの装置を使えば宇宙をですね光の速さ以上の速度で航行することができるというのですそしてマーク・マッケンダデッシュはですねノートン空軍基地で これらの装置がすでに完成していて、ホバリングしているところまで目撃したというのです。そしてその装置がさらに開発されて、このような航空機も完成しているというのです。まあ、あとはマーク・マッケンドルシュ氏の証言、そしてスティーブン・ M ・グリア博士の証言を 信用するかしないかという問題に行き着くのではないでしょうか後の判断は皆さんにお任せします Does an inside of UFO look like? Kapil Raj, an author, writes in his website as follows When we think of a UFO, and by UFO I mean a spacecraft from another world, we begin the process of putting our own structure in place, like a seat, dashboard, jets, wings. Oxygen tanks and fuel tanks. This is where most, if not all, science fiction writers get wrong, including some famous filmmakers like Steven Spielberg and James Cameron. I, Hiroshi Hashi, would like to talk about this mystery in this video. What does an inside of UFO look like? UFO の内部はどうなっているのか作家のカピエル・ラージュは次のように書いています。UFO の内部について、私たち人間は人間が今使っているものを標準にしてものを考えようとする。例えば椅子にしても、ダッシュボードにしても、推進装置や燃料タンクにしてもだ。スティーブン・スピールバーグにしても、ジェームズ・キャメロンにしてもそうだ。 私、林宏はこの謎についてここで考えてみます。UFO の内部はどうなっているのかと。広し林浜間 City Japan。それでは皆さんをスウェーデンのゴットランドへ案内します。このゴットランドで、まあ、10世紀頃に作られたと思われる奇妙な形のブローチが見つかりました。現在それは イギリスのブリティッシュミュージアムに保管されています。で、そのブリティッシュミュージアムの説明によればですね、このブローチには後ろ向きに立っている、まあ、座っていると言ったらいいんでしょうか、動物が掘り込まれていると。端頭の長い首の動物が掘られていると。で、端の方には2人の人間らしき像があると。あるいは動物かもしれないと。意味はよくわからないと。で、同じような、まあ、この像がですね、 他にもスウェーデンで見つかっていると。そして、この形のブローチというのは、スウェーデン中部では珍しくないということなんですね。で、最初に、えーカピ、カピエル・ラージュさんの言葉を引用しましたけども、人間というのはですね、まあ、例えば UFO を考えるときに、現在私たちが使っているまあものをですね、標準にして UFO の内部をいろいろ考えたりすると。 それ,しかしそれは本当に正しいのかということを、まあ、疑問を投げかけていらっしゃるわけですけども、このカピエル・ラージュさんの言葉を裏から読むと、ですね、あまりにもその,その内部の様子がですね、人間の標準とはかけ離れているときには、ですね、それが UFO の内部とまあ判断できないということになるということにもなるわけですね。 まあ、要するに、人間側が UFO の内部を考えるときは人間を標準するけれども、その逆に今度 UFO の内部を見たときにね、あまりにもその人間の標準とはかけ離れているときには、それが UFO の内部と理解できないんじゃないかということなんですよね。まあ、で、その言葉をまあ引用すれば、引用と言いますか考えればですね、まあ、このブローチがですね、あまりにもこの私たちで考える、なんて言いますか、UFO の内部とは かけ離れていいるととうこなんですですから、これが UFO の内部ということについてですね、皆さんの中にもまあ抵抗を感じる人も多いんじゃないかと思いますけども、私はこれをですね、このブローチに振り込まれているのは UFO の内部と判断しました。で、それにもいくつか理由があるんですけど、それについてはこれから応用説明していきますけども、まず皆さんに見ていただきたいのは、誠にもってその、まあ、私たち人間が考えるですね、まあ、 いわゆる、まあ、飛行機あるいは宇宙船の、えー、操縦席ある,操縦あるいは内部とは違うということなんですよね。要するに、簡単に言えばそういうことなんですよ。周、まあ、りの言い方しましたけどもね。要するに、でこれが何かということを逆に考えていくわけですけども、まあ、あ大英博物館というか美術館の方ではですね、ブリッジミュージアムの方ではこれをですね、動物と、8頭の動物が、まあ 掘り込まれているてわけですねしかし、これ、極めて精緻なあのブローチだと思いますね。ブローチですから、やっぱり大きくても10センチ以上はないと思いますね。胸につけるわけですからね。ですから、まあ,あの5センチから10センチという幅で見るわけですけども、それにしても、10センチと見ても大変精緻だということですね。で、この気になるのは、この指が3本だということなんです。で指が3本ですね。 で、この三本指というのは、ま全世界あちこちで見つかるんですけども、例えばー、甲府のね、県立高校博物館にあります、この、えー、まあ、土偶ですよね。これも三本指なんですね。で、これから三、これを三年ほど前に見つけて、私は大変驚いたんですけども、ね、三本指なんですよね。で、もちろん顔には、あの、お面をつけてますからね、マスクをつけてますから、顔は違いますけども、まあ、目がつり上がっているところなんかは同じですね。これは、あの、アメリカのトゥリンギット族の、あ まあ、円筒印象ですかね。それに彫り込まれている顔なんですけど、まあ、やはり目が釣り上がっていると。で、この目が釣り上がっている顔というのは珍しくないんですね。マイアーステーカーでも見つかっていますし、えー、全世界で見つかっています。でちょっと並べてみますがね。で、まあ、このコンセプトといいますかね。まあ、全世界でこうした釣り上がった目の、あまあ、アーティファクトが見つかっているということなんですよね。まあ、要するに古代人たちは見たものを懸命にその、 掘って残そうとしたんですね。決してそのクリエイティブなマインドで作ったのではないということです。というまあ視点で考えるべきじゃないでしょうかね。えー、このようにまあ共通したそのアーティファクトが全世界で見つかっているということは、まあ、その証拠の一つと言いますかね、根拠の一つになるわけですけども。いかがでしょうか。で、その中の、この中で特に今似ている今の、あの、 見せしお見せしましたのがあの、目がつり上がって、そしてそのゴットランドで見つかったブローチの中に振り込まれているその像と似ていると私は判断しています。それで並べてみますと比べてみてくださいね。で、まあ、これがあのマスクをかぶっているかどうかということは分かりませんけども、まあ、同じような、まあ、顔をしていると。まあ、そういうことなんです。ですから、これはまああの人間というのはちょっと無理がある。三本指で、えー、なおかつ、まあ、このような顔をしていると。ですから、あのしかも、 まあ、エイリアンが頻繁に現れた、まあ、9世紀、10世紀ですね。日本でも現れていますけども、そうしたその時期にこれが、まあ、作られているということなんですよね。まあ、そうした、まあ、状況証拠を固めていくんですけど、これが、まあ、あの動物でありということ、動物であると判断するのはちょっと無理があるんじゃないかということなんですね。となるとこれは UFO の内部であるということになるのではないでしょうか。というふうに私は判断しました。まあ、UFO の内部なんていうものはね、あのー 問題になってませんし、まあ、外から、ね、あの撮った写真ばかりが目立ちますけども、実は UFO のナイフもこのように外に漏れ出ているということになります。でこのゴットランドという場所が、ね、大変絶妙な位置にあることは事実なんですね。この、えー、線をラインを見ていただいたんですけど、ここにロゴットランドがありますね。でエイブベリーがあると。でゴットランドとエイブベリーの進直線上にウエストポールとイーストポールがあります。ですから、まあ、ゴットランド、エイブベリーというのは、まあ 非常にこう重要な、一直線上にあるということですね。で、そういうところに、で、まあ、こうしたものも見つかる。で、このも別にこうしたブローチも見つかっています。で、これはまあ、私は UFO と判断していますがね。あの、頭の部分はこれはまた別の意味がありますけども、まあ、ともかく全体として窓のついた UFO ということになるのではないでしょうか。で、これと、まあ、 ちょうどね、大円形と言いますか、形も似てますかね。で、私は、まあ、こうして、あの、二つ合わせてみると、まさに UFO の外、外と内部ということになるというふうには判断したわけです。で、まあ、どうお考えになるかわかりませんけども、まあ、これが私の林宏氏の考える、まあ、UFO の内部ということになるわけです。 まああまりにもね、あの、私たち人間の常識と離れているがためにね、なかなか信じ難いんですけど、それは逆に言えばですね、カペル・ラージュさんが言ってるように、あ,あの、逆に UFO の内部を考えるときには、 人間っぽいものを考えてしまうということですね、まあ。ちょっとご覧いただきましたけども、シートベルトもついてるけども、ちょっと変わってますね。あ胸にかけるんじゃなくて手にこうはめてるって感じですね。で、中央には、やはりこう推進、装置のものがあって、これはあの長い首の動物ではなくてですね、何かしらのコントロールバーのような気がします。それもこれも動物ではなくて、まあ椅子と言いますかね、こ椅子というかわかりませんけども、まあ別の目的のものではないかと思います。動物と考えるのは無理っていうことになるわけですね。要するに、まあイエスかイエスでないかということになってくるわけですけども、動物か動物

いわゆるね、人間がエリアンかエイリアンでないかということになってくるわけですけどもね。で、これはあのアステカで見つかっている UFO 型の発掘物ですけども、これは明らかに UFO ですね。その中の一つには、底面部にですね、鉢のようなものがありる。その中心には、このようなものが彫り込まれていると。これは何かということですけども、皆さんもう分かりですね。エイリアンですね。エイリアンが、いわゆるまあそこの鉢から顔を出しているところを表現したものと考えられて考えます。で、これがまあ同じように見つかっているまあアーティファクト、まあ、UFO 型のアーティファクトということになるわけですけども、 同じようなものが実はです、ね、静岡県の磐田市でも発掘されています。で右下がです、ね、と傘型埴庭ということになってますけども、私は傘でないと思います。傘なんか作っても仕方ありませんしね、またそんなものを作る必要もないし。 まあ、古代人がそんなものに何かの思いを置いたというふうにも考えられないわけです。となると、これは UFO ということになるわけですね。古代人たちは見たものを一生懸命とて言いますかね、懸命に作ったということです。まあ、いわゆる天からね、このようなものが来ればですね、これ自体を神だと思ったと私はそのように考えています。ですから、懸命にこれも作ってですね、語ったと思いますね。現在、に今でも、ね、人間たちは最高心を、あ まあ飾りますからね、紙といえばね。で、この、えー、傘型ハニワとですね、アステカで見つかったその UFO 型アーティファクトと比べてみますと、まあ、類似点が多いというのもこれまた事実なんですね。例えばラインの描き方であるとか、この線の描き方ですね。ですから、まあ、見たものを、えー、縄,文縄文人ですね、紀元前2200年頃からですからね、こういうものを作って、まあ、飾ったと。まあ、現在それはハニワということになってますけどね、古墳時代の。まあ、あのー、 私はこれ UFO、まあ、ちょっと厳しいかなという意見もあるかもしれませんけども、私は UFO と判断しました。少なくとも傘という方が無理だということですね。で、一番上がゴットランドで見つかったブローチであると。こういうのを並べてみますと、まあ、コンセプトが大変よく似ているということがですね、皆さんにも分かっていただけると思います。もうこういう形でですね、まあ、連続チェスながっているわけですね。これがまあゴットランドで見つかったブローチ。そして、うん 冒頭で見せました、あの奇妙なねあの、エイリアンが2人、2匹って,待って言ったらいいのかな、乗っている、えー、乗り物も、まあ、そして連続性を持って繋がっていくということです。でこれはです、ね、北海道であの目撃された UFO というふうに私は理解しています。まあ、これをです、ねえー、北海道の元新聞記者のあ、報道記者の方が届けてくださいましたで。これがマヤのアーティファクトであると。まあ、こういうふうに繋がっていくわけですね。でその内部の 様子の彫り込まれたブローチも同時に見つかっていると。同じ場所でゴットランドで見つかっているということですね。で、そのゴットランドはあのエイブベリーとつないだ直線上にあるということですね。まあ、こうしてこの状況証拠が固まっていくわけです。で、まあ、結論としては、これは私はエイリアンの乗り物、いわゆるカフトの、いわゆる UFO ですね、の内部の内部を聖地に彫り込んだものと判断しました。いかがでしょうか。まあ、この床なんかの作り方は、まあ、ごちゃごちゃとこうしてますよね。 まあ、繰り返しになりますけれども、人間が UFO の内部として描くまあ様子とはまるで違う。違うが故に、これが UFO の内部とは理解できないということにもなるのではないでしょうか。これだけのものをね、彫り込むというのはやはり大変な作業だったと思いますよ。まあ、こうしてね、あのーまあ、三角座りしているエイリアンらしき人物像も彫り込まれていると。これはこれ、これも椅子か何かだと思いますけどもね。 これ少なくとも動物、アニマルとはねあの、説明書にはアニマルと書いてありますけども、アニマルという,ふうにはちょっと無理があるんじゃないかなと思いますね。で、三本指であると。で、これはあの、日本で見つかったあの金印ですねあの。福岡県で見つか,見つかっている金印を上から見ると同じ顔が浮かび上がってくるんですよ、まあ。それともかくとして、それは金印のところで説明しました。で、こういったものが見つかってきたと。 で、一番近いといいますか、ね、いろんなあの想像図などが書かれてますけど、私その中で3枚選んでみました。これはあの、芸術家といいますか、ね、アーティストにが書いた、UFO の内部の宇宙、宇宙船といったらいいのか,かもしれませんけども、様子ですけども、まあ、コンセプトといいますかね、漢字が似てるということで、最後に皆さんに紹介しました。あいかがでしょうか多分こんな感じじゃないかなと思いますね。はい。ということで、えー、今日のこの動画は終わります。 皆さんにUFOの内部を見ていただいたというよりも Bye for now Hello, this is Matabe and Hiroshihayashi Japan Strange artifacts in Maya A robot or a god Here in this video, I would like to show you many strange artifacts discovered in Maya and this is one of them which Matavesan, san, a friend of mine, lets me know. Matabe san asks me if this is a robot or not, but I never be surprised if someone told me that this is a robot in Maya. It may be, though I can't definitely say it is so since there is no evidence to prove it. But we can enjoy a sort of fantasy. And it is more often enjoyable to think it is a Robert in Maya than to think it is not to be correct or not to be correct is not so much important in many cases when we are examining ancient history as independent thinkers I mean whatever it is, a more important thing is to weave a unified theory out of ancient history for a future. by understanding our ancestors better.I believe this is the a r c h o l o g y a m I wrong? マタベさんからこんなメールが届きました。これはロボットでしょうかと。大変楽しいアーティファクトですね。人体の解剖図のようにも見えますし、ロボットのようにも見えます。人間の衣を着た神にも見えますし、 E.T. にも見えます。見ているだけで楽しくなりますね。が、大切なことは、こうして私たち人間の先祖をよりよく理解することによって、私たちの未来のために過去から教訓を得ることではないでしょうか。またそれが私は考古学だと思います。言いかえると、考古学は私たち皆のものであり、今ではそうした過去を 私たち自身がいながらにして学ぶことができます。で、私にはこれがロボットなのか神なのかはわかりません。しかし、想像力が膨らみます。解釈の仕方はそれぞれですが、それはそれで良いのではないでしょうか。ともあれ、マヤにはこの種のアーティファクトがあまりにも多すぎます。 一つずつの謎を解いていたら、それこそ一年あっても足りないのではないでしょうか。大切なことは、要するに楽しむことですね。何だろう何だろうと思っているだけでもワクワクしてきますね。そのワクワク感が、こうした謎解きでは、とても大切なことだと私は思います。ということで、前で発見された アーティファクトを今皆さんにご覧いただいていますつまりあまりにも多すぎるということですまあ、これらがですね当時の人間のいわゆる空想力ですねイマジネーションだけでできたものと考えるのは私は無理があると思います縄文土器土偶もそうですけども古代の人々は逆にですよ未来の 私たちのような人間に何かを伝えようとして、懸命に、懸命に見たものを作った。と、私はそう考えています。まあそうしたアーティファクトからですね、何を学ぶかは、実は私たち自身の問題だということです。ということで続くビデオ、少し前に作ったものですけども、どうかご覧ください。 Thank you very much and bye for now Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. Mounds for landing places of UFOs. It's circumstantial evidence that proves it. Mounds or circuit two mounds in Japan are not mounds for tombs, but landing places for uf もしもし、possibly, ancient Japanese people made use of them as tombs much afterwards in the history.It's circumstantial but physical evidence that proves what I have claimed here is to be so.In Japanese, 日本の古墳は墓ではありません。というとっても楽しい話です。後の人たちが墓として利用したかもしれませんが、 少なくとも墓ではありません。古墳、特に前方後円墳は古代の神々、つまりエイリアンたちの乗り物、つまり現在私たちが UFO と呼んでいる乗り物の発着体でした。そのことをこのビデオの中で状況証拠を積み重ねながら証明します。まず最初に UFO という言葉が一般化する前は、 私たちが UFO と現在呼んでいるものはカメと呼ばれていたと私は考えています。現在、全国の各地の神社や寺でカメが祀られているのもその流れの中にあると私は考えています。で、その証拠がメキシコのマヤ遺跡の中から出てきました。で、これがそれです。 えー、これはあのメキシコのマヤ遺跡で、まあ、発掘されたアーティファクトですね。円形の物体の上に人間らしき人が、まあ、乗っています。まあ、操縦していると言ったら正しいのでしょうか。で、右の方を見ますとどうも頭のようにも見えるんですね。で、亀にも似てると。で、このコンセプトが日本の亀信仰とつながって いいるのでははないかと私は考えていますでこうした、まあ、亀信仰がです、ねまあ、神社や寺に残っているということなんです、ね、が様子がどうもおかしいんですね中には亀ら,しき亀らしい亀もいますけども、まあ、こうして信仰されている亀は耳があって、まあ、口があって歯があると、まあ、そういった雰囲気なんですねでこれなんか特にそうですけども亀,亀の上にです、ね、神様が座っている あるいは菩薩が立っているということなんですね。ということから私は昔の人は UFO を見たときにですね、亀、亀と呼んでいたのではないかと思います。で、これが前で見つかった発掘物。下が日本に残っている、まあ、見られる亀信仰ですね。で、この左と右を見比べてほしいんですけども、顔ですよね。亀の顔。そしてこの 操縦の仕方といいますか、乗っている様子が大変よく似ています。そしてこの作り方のコンセプトまで似ていますから、まあ偶然といえば偶然ですけども、それに耳らしきものも表現されています。まあこういうものを見て、古代の日本人たちはカメ、亀、亀と言ったのかもしれませんね。あくまでもその可能性があるということです。で、日本には亀という名前のつく地名、町、市がたくさん残っています。これは宮城県の 止めしです。まあ今まで縁のあったところをいくつか選んでみました。で、ここはですね、まあ先ほど調べてみましたら、どうもこのあたりは沼なんですね。黒沼という地名があるわけですけども、沼に本当に亀が住んでいたかもしれないということで、いわゆる UFO っていう、という亀とは直接結びつきませんでした。ただここには大変こう奇妙な横穴があります。 やはりお墓ということになっていますが。で、次に今度は、えー、三重県の亀山市を、えー、調べてみました。で、ここもですね、まあ、亀山市ということですから、亀と関係がある。なおち UFO と関係があるのではないのかなと思って調べてみたんですけども、直接それをつなげる証拠は出てきませんでした。まあ、代わりにですね、ここは山とたがですね、最後を、まあ、 ここで終えたということでですね。まあ、こうした大きな前方後円墳が残っています。まあ、そういったゆかりのある地だということですね。で、まあ、ここも調べてみましたら、大きな昔沼があってね、イ来人が亀を、まあ、あの、連れてきたと。だから亀という名前が付いたというのも言われています。これが山と岳のその像ですね。で、もう一つ、京都に亀岡市というのがあります。 で、ここも調べてみましたが、やはり UFO と直接つながるような、まあ話、証拠っていうのは出てきませんでした。まあそれは無理もないんですね。まあそうした証拠が、でもそれ以前の話ですからね。UFO を見てカメカメと言ってたのはその以前の話ですから、そうした証拠が、まあないからといって、まあそうでないとも言えないわけですよね。そして、まあこれが、あ広島の農家 高知にあります、まあ、農賀高知のことを亀ヶっていうんだそうですね。これはつい先週調べたので、まあ、ついでに取り上げてみました。この農賀高原の、まあ、頂上付近にですね、こうしたあ大きな、まあ 岩倉があった。それを利用して、まあ、どこかの会社がホテルを作った。そして、その岩倉をそのまま包み込むようにして、浴場を作ったわけですね。ところが、その後、そのホテルが倒産して、現在、まあ、こういう形で残っている。この、能川高原のこの岩倉の岩がとても不思議なんですね。まあ、複雑に、も組み、組み込んであると言いますかね。組木のようにして、まあ、あの、組み込んであるということです。 これはあの、下の台座に合わせて上の岩を削って、削ったり割ったりして、このようにして組み込んだと考えられます。で、これ反対側から見たのが右ですね。右と下が、まあ今の上、左上の岩倉を反対側から見たものです。でもこの 岩から見ますと、今度は前の右の方、もう一つの側面を見ますと、この綺麗にこの、なんて言いますか、カッティングしてあるような感じなんですね。そして今、組木のようになっている岩は一番上にあります。で、ここに残っている、まあ説明書きによれば、1万年以上前に人工的に作られた、築かれたものであるというふうにまあ説明しています。まあ、これだけでは、まあ本当に人工的なものかどうかということは、まあ、断言できませんが、仮面が丘といえば、 なんといっても青森県の亀ヶ丘です。もうこの青森県の亀ヶ丘からは皆さんご存知の社光機土偶が発掘されています。で、この亀ヶ丘と UFO とは関係があったかなかったかということですけども、まあこうした土偶を見る限りですね、大いに関係があったと私は考えています。で、マヤの UFO、いよいよ今日の本題ということになります。 今から10年近く前にですね、メキシコ政府が映画を作るにあたって、それまでメキシコ政府が秘蔵していたマヤの多くの秘蔵品をですね、一般に公開しました。まあそれは大変驚くべきものでした。まあこれからそれをまあ皆さんに紹介しますが、この後に出てくる特に2つのものに注目していただきたいと思います。まあ、 一応、メキシコ政府が公開したものということで、えー、信憑性と言いますか、信頼を置いているものですけども、マヤ人はエイリアンと接触を持っていたと。マヤ人はね、そういう大の映画だったそうです。で、これから、まあ、いくつか見ていただきますけども、この中には、まあ、これがですね、生徒、中国の生徒の三聖体遺跡の、まあ、アーティファクトの顔に、 似てるものが、を思わせるものもあります。で、こうしたものが発見されてるんですけども、あまりにもなって言いますかね。あの、現代風で、ってか、現代私たちが UFO というものに告示しているために、えー、いくらまあ、メキシコ政府が公開したとはいえですね、ちょっとこう考えてしまうようなものなんですけども、まあ、その中にこんなものがありました。これは、怪物というふうに説明されています。 確かに頭があって、首があって、体があると。まあ、こういうふうに解釈できますが、同時に、こんなものも発見されて公開されてるんですね。で、これはまあ、私は UFO。特にこれなんかは UFO だと思います。まあ、これは誰が見ても UFO なんですよね。まあ、これをサラダとかなんとかという方が無理があると思うんですけどね。日本人ならこれ逆さまにおいて、サラダっていうとしようね。まあ、ここに今、その、エイリアンらしき人物の像が彫り込まれています。 で、これとですね、先ほどお見せしました、レリーフと見比べていただきますと、大変興味深いことがわかります。これがそのレリーフです。怪物というふうに、怪獣、モンスターというふうに言われてますけども、これは本当にモンスターなんでしょうかということで、今お見せしました UFO。まあまあ、UFO というふうに断言していいと思いますけども、比べてみますと、面白いですね。まあ、るいところが窓ということになります。そして、この上の部分ですね。 えー、線、線で書いてありますね。同じですね。えー、斜線でこういうふうに書いてある。表現してある。そしてここに鍵型のその模様が刻み込まれています。同じものと私は見ます。そして下には枠まで作ってある。その枠も同じですね。そして縦線が2本入って、下の枠がある。下が u f o ということになれば、上も当然 UFO ということになります。 違うでしょうか皆さん自身の目でしっかりと確認してください。上は怪物、怪獣ではなくて UFO、そして左右に階段が描かれています。そして下には階段の横筋が描かれています。となると、もうこの階段言うまでもなく、これはマヤに一般に、未積で見られるピラミッドである。 というふうに考えられるわけですね。横から見ると確かに階段になっています。そして、えー、中央には横線の階段が刻,刻まれています。で、これは私は、まあ、この2つのことからですね、これはピラミッドの上に乗っている UFO と判断しました。もう一度繰り返しますが、ここが重要です。 ピラミッドの上に着陸してると言ったら正確なんでしょうか ?UFO と判断しました。左右に階段、そして中央に階段があるということですね。これはチェチェン・イッツァの,あのピラミッドです。91段あるんですよ、まあ。ともかくもこのピラミッドの上に UFO が着陸したということになります。いかがでしょうかとなると、この、まあ、ピラミッドはあ UFO の発着台だということになります。 で、着陸台としてのピラミッドですけども、その前に、まあ、もう一度、その、話を進める前に、もう一度確認しておいてくださいね。ここが今日のポイントです。上はレリーフです。下は UFO です。その、それが描かれたレリーフがある。そして下がですね、これがコパンのピラミッドですけども、まあ、これ、上から見たとこれはまあ、 日本の前方公園譜ですね。同じコンセプトでつながっていると考えるのは自然だということですね。まあ、まさに状況証拠ということになります。で、ちょっと寄り道しますけれども、空から見たランドマークの話をしておきたいと思います。これは TOT 和間の月の塔です。その月の塔を上から見るとこのように見えます。ランドマークなんですね。つまり上から見た 形を前提として作られているということですね。ギザのピラミッドにしても光です。そしてもっとはっきりしているのが、ボロブドゥールのピラミッドです。上から見るとまるで的当ての的のように見えるところに注意してください。こうして、まあ空を飛んでいるエイリアンたちは地上を見ながら自分たちの目標を定めたというわけです。で、コパンのこれはあのピラミッドです。そして上から見るとやはりこのように見えます。 的当ての、的のように見えますね。日本の前方後円墳もそうです。横から見たのでは何が何だかさっぱりわかりませんね。しかし上から見るとこのようなしっかりとした形で現れます。つまり上から見た、見ることを前提として作られているということですね。そして話を戻しますけども、前のこの遺跡に、あに発掘物ですね。 これは、ピラミッドの上に着陸している UFO ということになります。ということを考えますと、世界に残るこうした遺跡はですね、UFO の発着台だと考えるのが自然だと思います。なあち、空から見た、見ることを前提として作られたものだということですね。ですから古代の人たちは、わあ亀だ亀だ亀だ楽しいですね。亀が飛んでるぞーってね、叫んだのかもしれませんね。 仮に見えたのでしょうね。頭もあり、尻尾もあると。とこの頭と尻尾は私が、あの、つけたものです。そして、下の、まあ、左下の、これが、まあ、前で見つかったぞそれと同じものが右にありますね。まあ、ついでながら言いますと、以前作りましたように、浦島太郎も、まあ、UFO に乗っていったというふうに考えられるわけです。そして、右の方はですね、えー、今言いました、前で見つかったものです。そして、それが、まあ、これは下は、あの、 テオティワカンのピラミッドですけれども、こうしたものが10個前後ありますね。まさに着陸台だということです。という同じ流れの中で、と言いますか状況を証拠的に考えるならば、前方後円墳は、まあ、UFO の発着台であったということになります。まあ、が空から飛んできてですね、わー、メだメだで、メがゆっくりと前方後円墳の上に着陸しました。 楽しいですね。その、まあ、コンセプトが現在のヘリポートと、まあ、同じとは言いませんけども、つながっているということですね。ということで、まあ、楽しい話をしました。いかがですか皆さんも夢を持って古代の謎解きに挑戦してくださいと同時に、ここまでお聞きくださいまして、ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。心からお礼申し上げます。ありがとうございました。バイ。